はい、お時間ただいま10時を回りました。はい、インスタ対決して、あのアイスクラウドのチュロス、はい、どれだけインスタ映えするかっていう、ね、そう対決をしたんですけれども、はい、まあ、それから時間が多分5時間ぐらい経ってるので、はい、結果見てみましょう。うん、チャンミオが挙げた、あ、そうこれ見えるかな、そう、ね、これね、私一人で撮ったのが2枚しかなくて、はい、結果的にカズちゃんと一緒に撮った方が自分の写りが良かったっていう。で、カズちゃんが挙げたのがこれです。これね、カズちゃん10枚ぐらい撮った、はい、はい、さあ結果、じゃあチャミオの方からいきましょうか。これね、うん、ルルルルルじゃん、見えない、見えない、あ、見えないね。数字で言うと34。そんなにいく？見えないな、見えない、見えないな。34です。20ぐらいかと思ってた。はい、私が一人じゃないから。そうなんですね、母ちゃん SNS とか減っちゃったみたい、ごめんなさいね、フォロワーさん。じゃあ母ちゃんの、はい、これね、うん、見えないけどね、明るさを調整しないと思う、これ、うん、いきます。デルデルデン、見えない、見えないな、うん、すいません、42です。余裕の吉本和成で勝ちました。本当だ、ね、まあしょうがないね。しょうがないよ、私一人じゃなかったからね。そう、私一人じゃなかったから ね、だから35も行ったんですよ。そういうことか。なのでインスタ映え 勝負はカズちゃんに軍配が。ありがとうございます、皆さんのおかげです。ぜひ皆さんインスタフォローしてください、お待ちしてます。あ、ついでによかったらあのチャンミフの方もフォローしてあげていただけると本当に助かります。チャンネル登録もお願いします。いいねボタンもお願いします。ではでは、はい、よろしくお願いします。バイバーイ。